恐竜探しにやってきた場所はアクト団のアジトだったんだ。俺たちアクト団のことを調べてやろうとしたんだけど、奴らの罠にはまっちまってカブたちが。おまけに俺たちはアクト団に捕まっちまった。父さん。恐竜キングはセガとご覧のスポンサーの提供でお送りします。大脱出アクト基地。ホイットマン、はい、おじい様。わしの恐竜がまた戻ってきたぞい。わしの恐竜だって？ガブたちはお前の恐竜じゃないぞ。カードになった恐竜は全てわしの恐竜ぞい。わしの恐竜王国でわしのために働くことになっておるのだぞい。恐竜を働かせる？どういうこと？恐竜は道具じゃねえぞ、このゾイジジー。ゾイジジー？ゾイジジーだなんて失礼だね。嫉妬はないと謝ったらどうだい。こんなことで泣いてたまるか。おじいちゃん、こいつらをどうする？返すわけにはいかないだろ。ゾイ、そうゾイな、どうしてやるゾイか。ミーたちの子分にすればどうじゃんす。賛成っす。俺たちの下で恐竜の世話とかやらせればいいっす。なんだって？お前たちの子分？何言ってんだ、10年早いよ。ミーたちも子分が欲しい年頃ざんすよ。年の話はしない。お前ら、あたしの子分じゃ満足できないってのかい？いや、そういうわけじゃなくって。こりゃ、ドンキ、揉めとる場合じゃないぞい。お前、何しとるぞい。あ、それは。これはお前たちがいじめてたケラトサウルスだ。行け。ケラトサウルス、いじめられた仕返しをしてやれ。教える場合じゃないぞ。ガブたちのカードを取られたまんまなんだぞ。分かっているけど、今はどうしようもないでしょ。でも取り戻す方法は考えなきゃ。なんだここ。なんだよこの機械、恐竜となんか関係あんのか。見たことないわよこんなデザイン。地球の？ロボットやこのマシン、
まさかアクト団って宇宙人ってか、まさか。あそこに人が。うわ、やべ。なんかやばいぞ。上行ってるけど、今度はどこ？わかるわけないだろう。とにかく誰にも会わないことを祈ろう。ちょっと何すんのよ！殺せったら！ダメです。子供はお勉強の時間です。お勉強？なんだよそれ。あの子たち大騒ぎして逃げたと思ったらタルボーヌに捕まってやんの。面白い。何を笑ってるんですか二人とも。あなた方もお勉強の時間でしょ。え、あ、お勉強なさい。俺たち関係ないったら。ただの通りすがりですから。勉強は家でやるし。いいえ、誰であろうとお勉強のお時間です。なんだこれ。これ算数？一般相対性理論に使うリーマン幾何学だよ。はあ、もしかして知らないとか。へえ、面白い。え、お前これわかるの？いや、全然。あのガキンチョどもめ、舐めた真似をしよって。今度捕まえたら耳の穴から手突っ込んで奥歯ガタガタ言わしてやるぞい。ま、とは言っても奴らのカードも手に入ったことだし、もう泣く子も黙るわしの邪魔はできんぞい。わあ、ん？大丈夫？わしの大事な恐竜カードが全部ないぞい。ミーミー。もしや、あのガキンチョどもが犯人か？おい、ウサラッパ、グラッチ、エドー。ねえ、リュウタ、寝てる場合じゃないでしょ？だってこんな勉強やったって仕方ないだろう。違うわよ、さっきのおばさんじゃなかった。タルなんとかさん、タルボーヌさんよ。え、そう、そのタルさんどこかに行っちゃったわよ。あ、ほんとだ。どこかに掃除に行ったんだよ。なんだよ、どっとろ。勉強をサボろうったって無駄だよ。何が無駄だよ、置いてんじゃん。タルボーンさん。タルボーンヌです。タルボーンヌさん。タルボーンヌです。まだお勉強の時間は終わってません。どこに行くつもりです？だからタルボーンヌさん、僕たちトイレに行きたくなっちゃって。だからタルボーンヌです。トイレはそこです。あ、あれ、わかりました。だから無駄だって言ったろ。チェ、俺本当にトイレ。あ、逃げ出す方法が分かった。レックス、マルも来てくれ。どうしたの？何を思いついたんだ？お前らも勉強サボりたかったら手伝えよ。え、私たちも？あ、窓もないじゃないか。別にここから逃げるわけじゃないさ。これさ。またですか？タルボンコさん、そうじゃないよ、大変なんだ。タルボンヌ。あら、どうしたんですその姿。トイレだよ。ほら見てよ。あらま、なんてことです。え、大変でしょ。おい、リュウタ、何やってるんだ。あ、恐竜キング、恐竜じゃんけんいくよ。せーの、ディノディノじゃんけん、じゃんけんポー。ジャンプだよ。恐竜キング、あー面白かった。あんなこともやってみると楽しいわね。チッ、もう少しだったのに。何が？カードさ、タルボリン。ごめん、普通じゃないよね、あの人。そう、
なのよ。でもそのタルボーヌさんがあんなことに引っかかるなんて君たちいつもあんなことしてるのか。ええ、リュウタはね、ここへ来る前もトイレを水浸しにしてたし。へえ、トイレで水遊びが好きなの。違うわ、それにいつもじゃないし。そんなことよりお前ら一体何者なんだ。僕はロト。私はロアよ。古代リュウタ君にレックス・オーエン君、あなたはタツノマルムさんでしょ。僕たちのこと調べ上げたのか。君たちテレビのクイズに出場したろ。そういうことか。あなたたちもアクト団なの。まあ一応ね、おじいちゃんがやってる組織だし。おじいちゃんってあのゾイジジイか。そう、ドクターソーノイダ。おじい様は恐竜キングになる夢があって、世界中に散らばっている恐竜カードを集めているの。恐竜キング。ああ、恐竜王国を作って恐竜キングになるんだってさ。じゃあわしの恐竜って言ってたのは嘘じゃなかったのか。その点については異論もあるけどね。カードを作ったのはおじいちゃんじゃないし。え、じゃあ誰が。それはひみつなんでそこまで話したんなら全部話してよ。だってね。ああ、うん、おじいちゃんが恐竜を集めている理由を教えたんだから、もう邪魔しないでくれるかな。おじい様の楽しみだから。ちょっと待て、恐竜たちは俺たちに助けてって言ったんだ。君たちのおじいさんの楽しみは恐竜をいじめているとしか思えないよ。それにあのおばさん、うん、たち三人組のいつものやり口見てると、とても恐竜たちのことを考えてるなんて思えないわ。そっか、残念だね。本当ね、お兄様。え、今おばさんって言いかけたでしょ。いつの間に。悪いな、連絡しちゃったんだ。一緒にいて楽しかったわ。よくやったぞ、ロト、ロア。もう逃がさないざんすよ。観念するっす。泣かせてあげるから。え、リュウタ。父さん。父さん、リュウタ、待ってろ、今助けに行くぞ。水上飛行機じゃ着陸できません。分かってる、だからこうして。あ、パラシュート。大丈夫、使い方は知ってる。ほう、逆さまだったのに。あれれれ、ないぞ。どうだ。はあ、リュウタ、助けに来たぞ。けどその前に助けて。あのね、いけない、追ってきたわ。早く。いて、待て。ワイたち、アクト団だな。俺の大事な息子たちをどうするつもりだ。何者ぞい、お前は。俺は恐竜博士、古代賢竜。悪を憎み、恐竜を守る正義の使徒。格好悪く落ちてきたくせに。いらっしゃんすに、死ぬ気だったんすか。長者、右。お前たち悪党にはわからんだろうが、父親たる者、命を懸けても息子の危機を守ろうとする者だ。父さん、かっこいい。悪党ども、この正義の鞭を受けるがいい。ん、あれ、あれ、父さん、やいこぞ。お前が盗んだカードを渡さんと、お前の親父をティラノどもの餌にしてやるぞい。なぬ、やれぞい。アクトスラッシュ。いかん、逃げるぞ。こちら。おい、どこ行く。あの通気口の中だよ。ガブダスのカードを取り戻すんだ。え、さっきお前はカードを持ってるって。あのじいさん勘違いしてんだよ。キラケコマ、今のうちにこいつらをまずはトリケラトプスちゃんから僕ちゃんの恐竜にしてあげまちゅぞいね。ん、
いいところなのに。なんぞい、ノッピス。ドクター、動力の一部が稼働可能になりました。今から試運転をしたいのですが。おお、そうぞいか。今日初めていい知らせを聞いたぞい。いいぞい、すぐにやるがいいぞい。了解しました。では早速。いよいよ動力も動くぞいか。よしよし、では行くぞい。ドクターゾイ、悪事はそれまでだ。わしはドクター東の井だゾイ。名前を間違えるんじゃないぞい。あ、何を。僕たちの恐竜を返してもらっただけだ。ケラトサウルスはおまけだけど。カブ、何もされてないんだな。エースも無事だった。よかった、よしよし。逃げ足の速いガキンチョどもね。ドクター、今お助けしますわよ。あ、そうね。ドクター、お昼ご飯ですよ。カードは手に入れた。みんな脱出するぞ。逃がすんじゃないぞい。ん、何をしとるぞい。さっさと奴らを追わっか。それはそうと、なんでお前がカードを持っとったぞい。そんなことよりお昼ご飯だって言ってるでしょ。あら、またお裁縫仕事が。父さん、飛行機は。本当にお姉ちゃんとここで約束したんですか。ああ、確かにここで待ち合わせを。博士、動いてますよ、この島。なぬ。本当だ。じゃあさっきの地震は。ああ、動き始めた時の振動だろう。それにしても島が動くとは。アクト団って。ようやく見つけたわよ。ティラノちゃんたちに泣かされちまいな。あ、スラポサウルス。そうか、忘れてた。あいつまだ奴らの手に。ガブ、頼むぞ。友達を助けるんだ。デノスラー、とどろけ、トリケラトスラー。ディノスラー、吹き抜けろ、カルノタウルス。ディノスラー、メガイオン、カラサウルラッシュ。こっちにはまだいるぞ。ケラトサウルス、一緒に戦ってくれ。ディノスラッシュ。リュウタ、この中には技カードも入っているようだ。使ってみろ。うん。あ、お、迎えが来た。よし、みんな新技で一気に型をつけるぞ。忍者アタック。ユタ、急げ。
お父さんか。パパ、ママ。待ちなさい！スティラコサウルスまで取られちゃったざんすよ。また叱られるっすよ。ぎゅー。ごめんなさい、遅くなって。突然の津波で流されちゃったんです。そうだったのか。いや、お互い無事でよかった。父さん、ありがとう。来てくれなかったらガブたちがどうなったか。今日ほど父さんを見直した日はないよ。そうか、父さんはな、どれだけお前を心配したか。これからはあんまり心配をかけるなよ。あ、お前が帰ってこないとトイレがびしょびしょのままだからな。は、早く帰って掃除をしてもらわないと。それで俺を助けに来たのか。ま、それも理由の一つだ。約束は約束だからな。3日間掃除はしてもらうぞ。そんなと、あの島どこに行くのかしらね。ああ。あのペンダントはまさか。いやいや、そんなことがあるはずないぞい。それよりも、あのガキンチョども絶対に許さないからな。なんじゃこりゃ。タルボーン、助けて。溺れる。冷たい。非常に厳しい。おしんしん、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 おしんしん。ワッキングにジュラキング、恐竜体操をやってみよう。トリケラトプスはケラケラケラ、両手をバンザイ、雷だコロコロ。パラサウロロプスはパラパラパラ、ダンスしながら草になれ。サワカルノタウルス、カルカルカル、軽く飛んじゃえ、風になれ。ヒュー、地球は僕らのグランドさ、大大大大大胆に恐竜たちと運動会、大大大大大好きさ、みんなヒーロー見て見て。おしんしん、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 おしんしん。恐竜図鑑コーナー。恐竜たちは何を食べるかで大きく2つに分けることができる。ティラノサウルスやカルノタウルスは昆虫や動物を食べていた肉食恐竜。シダイやソテツなど植物の葉や枝を食べていたのが草食恐竜。トリケラトプスやパラサウロロプスね。だからガブは俺の嫌いな人参やピーマンを食べてくれるんだね。リュータ、好き嫌いしちゃダメ。うわ、なんだあの恐竜。スピードも速いし破壊力もすっげー。それに頭から虹色の光を出してんぞ。次回、古代王者恐竜キング、ローマのシークレット恐竜。恐竜調べて待っててね。恐竜キングはセガとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。